ネルンチャンネルのボネルンです。今回は、だいぶ前に、ちょっと今見えちゃったかもしれないんですけれども、だいぶ前に、ヒカキンさんが、セブンイレブン、ベス、で、今一番、なんて言うんだろう、気に、なんだったっけ、好きなもの、食べ物ランキングみたいな、ベスト3みたいなんで、1位がね、美味しさ丸ごとナチュラルポテトみたいなやつだったと思うんですけど、それはね、薄塩味だったと思うんですけれども、今回はですね、薄塩味ではないんですけれども、こちらの商品を紹介していきたいと思います。素材の味を生かした、ポテトフライ。はい、ということでね、今回ですね、このね、ポテトフライの方をね、食べていきたいと思います。ここにね、書いてある通り、マヨネーズ風味となっております。はい。なのでね、はい、こちらをね、クスといたしましょう。ちょっとどう開けようか迷います。おぉ。完全なマヨネーズでした。はい。ということでね、味は違うんですけれども、似ていると思うので、はい。こちらちょっといただきたいと思います。いただきます。うん。うまい。うん。これは薄塩味もうまいだろうなっていうふうに思います。はい。とてもね、マヨネーズ風味が効いてて、すごい、効いてるのかって言われたら、ちょうどいい感じで、マヨネーズの、甘辛い感じと、ポテトの、薄い塩の味が、合わさって、いい感じになっております。はい。とても美味しいです。で、ポテトの感触は、ジャガビーみたいな感じを、膨らませたような感じですね。はい。すごい美味しいです。はい。ヒカキンさんが言ってる通りね、お腹空いてる時に、そんな感じでこと言ったと思うんですけれども、どんな時も食えそうな感じですね。はい。塩がいっぱいたっぷりついております。うん。美味しいです。うん。これで、ね、あれですね。ASMR できそうですね。音フェチの。はい。もしね、ちょっと食べてる時に話しても、行儀悪くて申し訳ないんですけれども、もしね、ASMR も、やってほしいですって言われたらね、ちょっとやってみようかなと思います、次。はい、ということでね、今回は、こちらのね、美味しさ丸ごとではなくて、皮付きポテトフライの、マヨネーズ味、マヨネーズ風味を送ってみました。はい、そんな感じです。はい。